今日午前、緊急記者会見を開いた岸田総理大臣。お盆が明ければ、いよいよ秋の総裁選挙に向けた動きが本格化することになります。今回の総裁選挙では、自民党が変わる姿、新生自民党を国民の前にしっかりと示すことが必要です。その際、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には必須はいたしません。来月行われる予定の自民党総裁選挙に出馬しないと明言しました。総裁選を通じて選ばれた新たなリーダーを一兵卒として支えていくことに徹してまいります。自民党の総裁選に勝利し第100代総理大臣として就任したのは2021年。以来3年間の成果として防衛力の強化、 G7 広島サミットの開催、日韓関係の改善などを挙げました。ではなぜ今出馬しないと決めたのか、その理由は。この間、旧統一教会をめぐる問題や派閥の政治資金パーティーをめぐる政治と金の問題など、国民の政治不信を招く事態が相次いで生じました。所属議員が起こした重大な事態について、組織の長として責任を取ることにいささかの躊躇もありません。そして後継者については、ぜひしっかりとした総裁選挙をやってもらい、そして選ばれた総裁は、今度こそオール自民党でドリームチームを作って、この信頼回復に向けてしっかりと取り組んでもらいたい。岸田総理の再出馬を断念させた政治不信、次こそドリームチームは誕生するのでしょうか。来月行われる自民党総裁選挙、出馬に意欲を示している石破茂元幹事長は訪問先の台湾で出馬の準備を進める考えを示しました。そしてこれまで総理になってやりたい仕事があると総裁選への意欲をにじませていた茂木幹事長は、政権として厳しい状況に置かれていたことは事実だが、不出馬を表明されたことは極めて残念だと述べました。このほか自民党内からは、総理はやる気満々と聞いていたから驚いたと多くの戸惑いの声が上がる一方、辞任は当然との声も出ています。公明党の山口代表は、総理のその強い意志と重い決断を受け止めるということといたします。自公連立政権は政権合意を結んで、この岸田政権とも合意を結んで今日までやってまいりました。岸田総理の思いを生かすリーダー選びを期待したいと思います。野党にも衝撃が広がっています。今朝一報が入って驚きましたね。総理が辞めたとしてもですね、それは自民党の体質が変わったわけではないということ、党が危機になると、総理総裁を変えて、心機一転、過去を忘れてもらうと。しかしそういう手法に国民がいつまでも私は引っかかっていてはいけないと。まさに国民の怒りの広がりの前に追い詰められた、立候補しない、立候補辞退という表明だと。自らが身を引くことが自民党が変わることを示すことになるんだとおっしゃいますけども、自民党の中での政権のたらい回しでは何も変わらないと。日本維新の会の馬場伸幸代表は、
突然の意向表明に驚いている。岸田総裁に党内をまとめきる力がなかったことは残念だ。また国民民主党の幹部は、岸田さんは勝てないと思ったのでしょう。麻生さんの支持も得られずね。岸田さんが辞めたら裏金問題がリセットされる可能性がある。読売新聞の岡部です。どうぞ。岸田総理の総裁選への不出馬を受けて関西の街の人は、僕も若いしあんま政治いっぱい見てたわけじゃないけど、なんかちょっとびっくりですね。途中でね、なんか終わりはったような感じがして。裏金の問題で叩かれて出るって言っても、他の方が選挙の顔としては勝てないって言うんじゃないかな。人間的にはいい人なんてちゃうかなとか思うんで、だからなんかその辺のところでもうちょっと無理かなと思ったんちゃいますか。岸田政権発足からおよそ3年、街の人たちの評価は、外交はよく頑張っておられるなと。税金の取り方もおかしいですよね。年金とかが上がって、年金は容器もらえたけど、今度医療費が上がりました。2割から3割になりました。だからこれってどうなんって感じです。増税ばっかりしはったから、多分世間一般的にはちょっとあんまり支持力ないと思うんで、めっちゃ真面目やって。なんかばらまくんやと、もうめっちゃばらまいてくれたのに、それも何の足しにもなれへんよみたいな感じかな。ほんまに庶民に届いてないもん、何にも。そしたらずっと血張ってるもん。そして次期総裁についてもこんな声が上がりました。高市早苗さんぐらいやらしてみたら面白いかなという。岸田さんよりマシかな。信念がありそうなんで、あの人は。石破さんかな、はっきり言ってくれそうな気がする。小泉進次郎って聞いてますね。いい政治をしてくれたら誰でもいいです。次の総裁に期待することは、結構やっぱ不透明なところクリアにしてほしい、それだけですね。将来不安なのが一番ね、子どもたちの世代にとったら年金もないだろうし、その辺もうちょっと安心して生活できたらいいなとは思いますけど。こんにちは、ニュースランナーです。岸田総理大臣、突然の総裁選不出馬表明となりました。お盆真っ只中のタイミング、なぜ今この不出馬表明をしたのか、そして次の総裁は誰になるのかなど、鈴木哲夫さんに詳しく解説していただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。視聴者の皆さんも LINE で質問をお寄せいただきたいと思います。この岸田総理の不出馬どう思うか皆さんに聞いたところですね、こちら出ますでしょうか。 86% の方が妥当ではないかという受け止めをしているということです。突然の不出馬表明、哲夫さんはどうご覧になりましたか。あのね、僕すごく違和感、永田町に対して違和感を持ったのはね、はい、今日あの朝から、まあ、すごいもう報道になったんですよ。もう私 もうあちこちもう電話取材したり、もう大変だったんだけど、その中で永田町の中ではね、衝撃っていう言葉が非常に使われた。衝撃的だと、はい、岸田さんも辞めるの衝撃的だ、ね、だけど世間から見たら今のインタビューとかその答えを見ても分かるように、当たり前じゃないの、うん、ここまで政治不信がね高まっていて、はい、裏金問題だって何にもやれなかったじゃないですかと、うんうんうん、ほとんどやれなかった、うん、だからその当たり前じゃないの、うん、でも永田町っていうところは、うん、それが衝撃的だっていう、うんうん、この差ですよね。温度差を感じたっていうことですね。永田町のなんか非常識みたいな中でね、うんうん、結局総裁選もなんかわーわーやってんのかなっていう、うんうん、それを感じました。はい、あと今日の会見、これねちょっと厳しい言い方かもしれません。今日の会見は僕は自画自賛。自画自賛。あのね、これあのご覧になった方もいると思うけど、自分がやったことをずーっと並べたんですね。成果を上げてましたね。これ、でそれに対して記者から質問があった。うんうん、反省するところはないんですか。うん、これには答えなかった。はい、でつまりいろんなことはやりました。うん、やったって言ったけども、やらなければいけないことをやらなかったんですよね。うん、例えば、いや例えばですよ、うん、裏金問題もそうでしょ、うんうん、それからやっぱりこの国民への負担の問題もそうだし、うん、少子化対策だって具体的なものってどうなってるんですか。うん、つまりね、そういう意味では僕はやらなければいけなかったことをやらなかった、うん、だからどうでもいいことをやったとは言いませんが、うん、つまりそういうね、やったことだけを並べたっていう、僕はそういう印象が非常にありましたね。うん、だから反省しなければ
説明責任にはならないでしょ、うんうん、でそこを語ってほしかったのにっていう思いはありますね。ということも含めて詳しく伺っていきたいと思いますし、はい、この受け止め、永田町はどう受け止めたのかということで、先ほど放送されたフジテレビの記者中継 VTR でご覧いただきます。総理の突然の退陣表明には賛否の声が入り乱れています。お盆期間中で多くの議員は地元に帰り、自民党本部は閑散としていますが、会見の後記者団の前に現れた総理の側近議員は裏金問題に触れ、組織のトップとして責任を取ったのだと思うと涙ぐみながら語っていました。議員の間では驚いたと戸惑う声がある一方、冷ややかな意見も多く、ある重鎮議員は情勢が厳しくなっていく中判断したのだろうと話していたほか、ある閣僚経験者も岸田さんで選挙をやったら自民党は壊滅的になる、自ら引くのは当然だと突き放していました。出馬に意欲を示してきた石破元幹事長らの対応が注目されます。その石破氏ですが、訪問先の台湾でつい先ほど総裁選への準備を進める考えを示しました。一方注目は小泉進次郎氏や小林鷹之氏といった40代の議員の出馬があるかどうかで、2人の出馬を模索する若手議員たちの動きも活発化しています。また総理の不出馬に極めて残念とコメントした茂木幹事長も出馬を模索しています。総理を支える幹事長の出馬は令和の明智光秀になってしまうとの批判もあった中、これで光秀になることはなくなり、出馬に向けた環境は整ったといえます。これまでは岸田総理が出馬するのかしないのか見極める時期が続いていましたが、もう誰がいつ手を挙げてもおかしくない状況になったといえます。はい、そして野党はどう受け止めているのか、東京駐在の鈴木記者に聞きます。鈴木さん、お願いします。はい、お伝えします。お盆休みの最中での急展開に野党側からも驚きの声が上がるとともに、自民党が新たな顔の下で早めに解散総選挙に打って出るのではと警戒感が高まっています。立憲民主党の泉代表は、生命維持のため自民党が繰り返してきた手法だと、裏金問題を国民に忘れてもらうのが目的ではないかと牽制しています。また別の野党幹部は、新総裁で年内に総選挙を打つ可能性があるので準備していくと警戒を強めています。野党第一党である立憲では、次の衆議院選挙での顔を選ぶ代表選挙が来月23日に予定されているんですが、実は一度11日で固まりそうだったのに土壇場で1週間先送りしているんです。はあ、立憲の党内の一部には早期の解散総選挙の可能性は低いという見立てがあり、慌てて代表選を行うより自民党の総裁選の日程に近づけた方が報道で大きく取り上げられるとの計算があったようです。その思惑は今日の発表で外れる形となりました。立憲は衆院選の立候補予定者を今月中に200人揃えたいとしていますが、自民党の新総裁が早期解散に踏み切る可能性もあるため、野党側は急ピッチで準備する必要に迫られています。なるほど。代表選ですね、立憲民主党、来月の23日に予定されているんですが、16日で固まりそうだったということで、まあ、そういった代表選への見通しみたいなものにも影響が出ていたという、哲夫さん、そういう状況、まあ、そこはもう完全に駆け引きになってたわけですよね。駆け引きで、うん、だから、はい、おそらく岸田さんが出て、岸田さんがもし勝つようなことが、これはこんな話あっちゃいけないんだけどね、はい、もし岸田さんが勝った場合には、うん、岸田さんは解散しないって周辺に側近たちが言ってたんですよ、はい、だから安心して自分に入れてくれというようなこう動きが側近たちの間にあったりしたんですよ。もうそこ自体駆け引きですよね、はい、もう解散というのは本当は国民に対していろんなものの信を問わなきゃいけない、うそういうものであるのに、解散というのを一つの道具に使って、はい、解散しないから僕に入れてね、いや解散しそうだから代表選日付ここにぶつけるとかね、まあ、なんかこういつもの永田町の嫌な、はい、うん、駆け引きの一例だと思います。右往左往している部分もあるということなんですが、はい、やはり気になるのがなぜこのタイミングなのかということですが、はい、哲夫さん、どうお考えですか。はい、これはね、岸田さんの側近たちがみんな言ってたのは、はい、岸田さんは今回出るか出ないかっていう時にほとんどの方がね、8-2の確率って言ってたんです。8-2で出る、出る8割出る、でも2割、うん、分かんないね。それはなぜかって岸田さんって、はい、みんな言うんです、側近が、
何やるか分かんない人だからそうでしょ、いきなり突然いろんなことやるでしょ、はい、政治の出席とか、派閥の解散とかね、だから2割ぐらいは分からないよねって言ってたんです、だけどまあ出るだろうと言ってた。ところがちょっと様子が変わったのがここなんですね、はい、これがね8月のその頭ちょうどだから、はい、先週ぐらいに僕この話聞いたんですけども、はい、どうもね岸田さんと一対一であった某側近がね、はい、ちょっと様子がおかしいって言うんですね、うん、つまり元気がないって言うんですよ、はい、それが先週だったんですか。僕が聞いたのが先週、はい、うん、それで、これ何かっていうと、うん、経済なんですよ。経済、うん、株がとんでもなく乱高下した、下がりました、円が、でこれからの経済の見通しが、うん、立たなくなった。それからもう売りにしてたニーサ、うん、このあたりがおい大丈夫かって話になって、ね、岸田さんの中でやっぱり非常にポイントだったのは外交と、それから経済が柱だったの、売りだったの、その経済の見通しがなんか立たなくなってきたっていうことで、ちょっとね元気がこうなった。だからその側近はあれもしかしたらもう先行き見えなくて、もしかしたら 8-2 の2の方かもなというのをちょっと感じたって話が回ったんですね。で僕はそれでもいや出るだろうと思ってたけども、うん、まあ、今考えてみればその辺も一つの節目になってる。つまり不出馬を決めたのは実は8月に入って、はい、まさに先週ぐらいにかけてこの辺りで決めたのかなっていうのが、うんうん、まあ、推測できますよね。国会閉じた後に積極的に岸田さんとしても動いていて、いろいろやってた、うん、地方視察に行ったり、はい、外交もやっていた。それでも優生保護法の人で謝ったり ねしましたよね、うん、それでもこう支持率が伸びていくっていう実感を持てなかったっていうこともあるんですか。実際だって支持率上がらなかったでしょ、はい、まあ、2,3 ポイント上がったりはしたけど、それでも大体5人に1人4人に1人ぐらいしかも政権を支持してないわけですよね。その辺の場がショックがあった。それからある、まあ、調査では岸田さん次もう変わってくれっていうのが7割超えるっていう調査も出ましたよね。次の選挙ではもう勝てない、はいはい、うん、だから強気で言ってたけどそういうものもそうだし、うん、それにこの経済の強気で出た経済の 見通しが立たない、うん、こういうところが総合的に重なったのかなという気がしますね、はい、経済が最後ダメ押しになった可能性もあるということ、うんうんうん、はい、そして気になるのはこちらですね。次の総裁誰になるのかということで、こちら FNN の最新の世論調査です。次の自民党総裁にふさわしい人、石破元幹事長、うん、そして小泉さん、そして高市さん、河野さん、菅前総理、このあたりが上位の顔ぶれということになっていますが、まあ、現職の総裁が不出馬表明、うんうん、どうなっていくでしょうかね。これはまあさっき現場から鈴木記者もレポートしてたように、まあ、まさに乱立ですよね。増えますか、これからね、うん、どんどん。だからそういう意味ではですね、うん、今まではざっくりと記者さんが出るという前提で、はい、なんとなくみんな考えてたけど、はい、これが出なくなっちゃうと、うん、要するにじゃあ岸田さんの後継っていうのは新たにどういう形でまとまるのか。例えば岸田さんの流れで言うと上川さん、はい、ね、これは麻生さんなんかも乗ってこれるわけだから、うん、ええ、上川さんじゃないかとか。岸田派ですよね。そうです、上川さん、そうです。それから支えてきた茂木さんですよね、はい、茂木さんは岸田さんが出るなら自分は出ないというふうに言ってた、だけど岸田さん出ないんだったら、うん、じゃあ僕が支えてきたんだから僕がってなると、岸田さんも麻生さんも応援する可能性もありますよね、はい、それから林さんに関してはこれは岸田派、うん、まあ、将来、エースと言われてきた人だから、はい、このあたりが岸田さんの代わりになるでしょう。で難しいのは、うん、反岸田のグループ、はい、つまり菅さんを中心としたグループなんですよ。それ何かというと岸田さんが敵でいるからやりやすかったわけでしょ、うん、で敵がいるからやりやすかった。逆に岸田さんとする、あ、菅さんとするとやりにくくなった。そう、敵がいなくなっちゃったから、うん、ということでおそらくですが、まあ、菅カードと僕は言ってましたが、石破、河野、はい、小泉、はい、それから、まあ、加藤勝信さんも入れていない、はい、この辺をどういうふうに、はい、一枚にしていくのか、はあ、もしくは例えばですよ、はい、例えばこれは石破、小泉、河野みんな出て、はい、決選投票で一つにするとかね、なるほど、なんかそういう要するに調整を、うんうん、やっぱり難しい調整をちょっとしていかなきゃいけない、うん、岸田さんが出るんだったら岸田さんを敵にして誰が一番勝てるかとこう考えれば簡単なんだけど、この辺がちょっと揉めてくる。石破さんでももう動き見せてますよね、今日台湾でね。ね、もう石破さん早くから僕にはもう出るっていう意思は言ってましたので、うん、はい、推薦人ちょっと問題がある。あ、でもなんか推薦人が集まる集まらないじゃないんじゃないですか、はい、僕ね、いいかなこれちょっと出しても、こう思うんですよ、ええ、今度ね自民党はこれ顔を変えるだけじゃダメですよ、これ、はい、街の声でもありましたけどね、うん、
もうね、自民党全部変えるぐらいの、はい、あの裏金事件のあのみっともなさ、政治不信が高まりました、ね、だからもう自民党根本的に変えるぐらいの、うん、そういうテーマにした総裁選にしなきゃいけないわけ、はい、だから顔を変えるだけじゃダメなわけですよ、だそういう意味ではさっき僕言ったのは石破さんがね、推薦人が集まるから集まらないからどうのこうのじゃなくて、うん、もう自分は出る、うん、推薦人はいないけど、うん、もう私を推薦してくれぐらいのね、そういうなんかね、こういう本当に覚悟を決めた総裁選にしないと、うん、これから1週間から2週間多分さっき言ったような数合わせみたいなのが始まるんですよ、うん、そうですね、誰と誰が会ったとかね、だからそういうことをやっぱり僕はやっちゃいけないと思いますよね、顔を変える、根本から変えるっていう意味で言うと、うんうんうん、この女性総理の可能性はありますかという質問なんですが、いかがでしょう。だから候補として高市さん、上川さん、野田さん、このあたりになりますが、うん、私に言わせると自民党っていうのはおそらく、いろんな分野の中で一番、言葉ちょっといいのかな、男尊女卑じゃない、はい、もう男社会、うん、これが一番なのが自民党だと思うんですよ、旧体前としてる、そうそう、だから自民党の中で女性議員が頑張って上に行こうと思うと、うん、男性に媚びないと上がっていけないみたいな、はい、あるそういうので高市さん、上川さん、野田さん、みんなね、うん、苦労してきたと思いますよ、うんうん、だからそんな中で女性総理なんていうとなんか女性を道具にしてませんか。あ、なるほど、だからね、いやでも僕はそれを突破するには女性総理っていうのはあってもいいと思う、うん、ただ、うん、さっき言ったように数合わせの中でそこの女性にぐっと集まっていくかっていうのはちょっとまだ分かりませんけど、うんうんうん、僕は突破するためにはあってもいいと思いますよ、うんうん、候補の一つ、はい、加藤さんどうです。そうですね、今日もですね、私大阪選出 の、 当選がまだ4回の若手議員に聞いたんですけれども、うん、はい、こう若手の中では今この中では一番下のポイントになってます、はい、小林さん、うん、この方は前の、ね、はいはい、経済安全保障担当大臣、まあ、東大ハーバードを出たエリートですよね、うん、元財務省の官僚の方ですけど、まあ、この方を推そうという流れで今固まりつつあるという話を聞きました、うんうん、ただもちろん小林さんが勝てるとは思ってない、うん、つまりそれだけのドラスティックなもう若手なんだという刷新の仕方を打ち出さないと自民党、今の自民党では到底今度の総選挙やったって勝てないっていうふうに、もう若手はもっと危機感持ってますよっていう話を聞いたんです。だからそういう意味で哲夫さん、この今出てる顔ぶれで本当にこう行くつもりなのか、若手との帰りがその自民党の中でもあるんじゃないかっていうことすらちょっと危機感を覚えるんですけど、どうですか。でも若手がやっぱ出てくるのはこれはいい僕は傾向だと思いますよ、うんはい、ただ一つ厳しい言い方すると、うん、なぜ裏金事件の時に若手はみんな決起しなかったのか、うん、あの時に、ね、あの時はずっと黙って、でこの政局になったら急に若手、うん、だそういうとこもひっくるめてね、まだ自民党の古い考え方ですかね。そうそうそう、僕はちょっと厳しく見た方がいいかなと思いますけど、なるほど。これ野党はこれをどう見てるのかということで、鈴木さん、新総裁、これ野党にとって手強いと感じるのはどんな人なんでしょうか。はい、やはり若くてフレッシュな人、こういう人が来ると野党にとって一番厄介だと思います、うんはい、野党が最も警戒するのは裏金問題がリセットされてしまうことなんですが、今有力視されている、まあ、党の最高幹部の茂木幹事長であったり、派閥の重鎮クラスがこう話題に挙げる上川外務大臣、こうした方々はですね、旧来の自民党のイメージが強いため、野党側にとってはある意味ラッキーな人選と言えるかもしれません、うん。一方で無派閥の小泉進次郎氏や、それから最近急に名前が出てきました小林鷹之さんのような人は、まあ、裏金問題には関与しておりませんので、まあ、自民党の顔としてフレッシュな印象があるということで脅威になると思います。と言いますのも、立憲民主党で来月に行われる代表選挙では、前の代表の枝野幸男氏が一番に名乗りを上げたほか、元総理大臣の野田佳彦氏の出馬を期待する声もあります。しかし自民党が新しいイメージの総裁を選ぶと、野党のイメージが旧態依然としたものになってしまう懸念もあるので、まあ、そういう意味でも野党は注視していると、まあ、こういう状況です。ですからブーメランのように跳ね返ってくるということにもなりかねないということで、うん、哲夫さんどう聞きましたか。いや、おっしゃる通りでしょうね。だからさっきも言った、つまり敵が
いやらしい敵がいればいるほどこっちは強くなるわけ で、うん、 そういうことなんですね、そこがスッと引かれたり、逆に言うとそこが若いエースが出てきちゃうと、はい、もう敵として成り立たなくなっちゃって、うん、こっちが弱くなっちゃうって、はい、そのパターンでしょうね、うん、だからそういう意味では野党はその辺を警戒してるんでしょうけれども、ただじゃあ進次郎さんとか、小林さんが、うん、本当に何百票も集められるかっていうとなかなかそれは厳しいかもしれない、うん、そうすると連合体がイメージできます、うん、例えば石破さんと小泉さんと小林さんが連合して、はい、まあ、執行部なりこう政権を作っていくとかね、うん、そこに女性も入ってくるとかね、うん、そういうしたたかなことを今まで自民党ってやってきたでしょ、うん、それじゃダメなんですよ、言いますけど、そんなんじゃもう今回ダメだけど、だからそういうものに対して野党としてはやっぱり、僕は何を柱にするかっていうのはやっぱり政権交代ですよ、うん、イメージとかもあるけれども、立憲としてこの政策っていうよりは、いや、じゃあ自民党がしたたかにやるなら野党もしたたかに、うん、維新党も組みますよ、うんうんうん、共産党も裏で組みますよとは言わないが、うんうん、はい、そういう政権交代への道筋みたいなものを立憲の代表選の僕は争点にするべきじゃないかな。ちょっと今後のスケジュール見ていきましょうか、はいはい、まあ、今日ね、不出馬表明ということになりました、うん、今月の20日頃に、まあ、総裁選の日程が発表される。で、自民党の総裁選が来月行われて、来年の夏に参議院選、うん、そして来年の10月に衆議院議員の任期満了ということになります、うん、この日程で、解散総選挙はいつぐらいになると見ますか、はい、まず結論言いましょうかね、こちら年内の総選挙もあり得る、はい、岸田さんだと選挙、僕解散はちょっと先送りという、うん、見方をしてました、はい、実際岸田さん周辺そう言ってました、選挙やんないから安心して自分をもう一回再選させてねと、まあ、こんな話ですよね、はい、でだけどもやっぱり新しい顔になったらもう自民党としてはですね、またこれ長く時間経つといろんなまたボロも出てくる可能性があるので、なんかこう空気をこう変えた瞬間にやっぱり解散を打ってくる可能性がある。でこれに対しては実は連立を組んでる、さっきちょっと会見出てきました公明党、うん、ここはもう絶対年内にやってほしいって言って、もうこんなパンフレット作ってるんですよ。そうですか。配ってます。もう視聴者の皆さん受け取った人もいるから配られて、うん、つまりね、もうここのね、参議院選挙のところに実はね、東京都議選っていうのがあるんですよ、うんうんうん、公明党はこれもう全ての選挙の中で一番力を入れてるのが東京都議選なんですよ。だからそういうことになると、もう来年は選挙やれないので、うんうん、もう年内にやってくれっていう公明のプレッシャーも来る、はい、自民党にとっても新しい空気の中でガンといった方がいいってことで、うんうん、年内の解散総選挙の可能性が高まってくると、そういうことですね。これただバタバタするような、ね、党も当然あるとは思うんですけど、年内になったらということになりますが、ライン質問いきましょう。麻生さんや茂木さんには本当に相談しなかったんですか、岸田さんが。ここはね、一生懸命取材してます、まだ確認は取れてませんが、はい、麻生さんに出ませんというふうには言わないんじゃないかなと思って、うん、僕はやっぱりその昨日の夜から今日にかけてバタバタと動いたんだけれども、はい、これはやっぱり岸田さんというのは本当に信頼できる数人以外には何も喋らないでやってきてる人だから、うんうん、サプライズがある。そうそうそう、例えば麻生さんに何かを相談したと、うん、そしたら麻生さんがまた広がっていく可能性もある。それから麻生さんと岸田さんの関係ってしょっちゅうご飯とか食べてるけど、あの例の派閥解散とか、うん、ね、はい、裏金の、ね、コミュニケーションが、うん、そうそうそう、うん、それはねやっぱり尾を引いてるっていう人多いんですよ、ね、茂木さんは、茂木さんに関しては僕は茂木さんも麻生さん、岸田麻生の関係と同じように岸田茂木もやっぱりちょっとこう溝がありましたから、うん、か、だから何でもかんでも相談しているというふうに僕は思えないんですが、うん、最後は自分で決めたってね、岸田さんおっしゃってましたけど、 そうですね、はい、そうなんじゃないかだと思いますね、はい、だけど当然ですよ、うん、この流れは、ね、うん、次です。第2質問いきましょうか、はい、もう一問です。自民党の支持率は、まあ、この不出馬表明で上がるでしょうかという質問ですが、これはもうリアルなことを言うと、ええ、多少はもちろん上がるでしょう、ね、新しい顔になり新しい空気になれば期待感という期待の数字が上がりますけれども、うん、ただ今までも自民党はそうやってしのいできた、うん、苦しい時は顔を変えてしのいできた、うん、でもね今回ねずっとここもう1年半ぐらい続いているのは、うん、どんなことをやっても支持率が上がらない、うん、でこれはやっぱり自民党に対してのかなりのやっぱり僕は不信感っていうのがずっと世論の中あると思うんですね、うん、厳しさも、ね、不支持率ですね、これこんだけ上がって、うん、そうなんです。だからね、顔を変えただけで、ああじゃあ期待しようかって言って爆上がりするかというと、うん、僕は世論は、はい、さっきの街の声が象徴してましたけど、うんうんうん、
これからも冷静に見ていくっていう方が圧倒的多いですよ ね, そうですね。だからそういう意味ではあの顔を変えたことがあのもう再生のきっかけになるかというと僕はそんなに甘くはないんじゃないか、うん、逆に根本的に変えていかなければ結局支持率は下がる恐れもある。だから今度の総裁選でもう一回政治と金の法律を改正もう一回やるとかね、うんはい、なんか自民党のなんか定年制を入れてどうするとかこうするとかね、うんうんはい、とんでもない改革みたいなものをやっぱり議論しない限りはそう簡単にあの選挙につながらないのかなっていう 私はそういう気がします、うん、国民の厳しい目が注がれています。そして総裁選これからどんどん熱を帯びていくということになります。哲夫さんの解説でした。スクープや走るでニュースランナー。